何なん船着き場って何なん。昔の船着き場が再現されてるってことなんですかね。こんな構造になってんね。これ何、何のオブジェクトかと思った。これ阪神高速かなんかが。すごいな、この距離で阪神高速あるの。なかなかね、高速は。ここは狭いな。あや、標識案内も上本町6ってなるんや。へえ。上6ですよね。ほいで、まあ、上本町だけでも平気がするんやけど、やっぱ上本町6っていうね、上本町6丁目で上6でやったっけね、近鉄の上本町駅があるところですね。そうそう。で、あの辺りがいわゆる、中心街っていうことで、上6、上6っていうふうに呼ばれるっていうのは、さすがにね、知ってますけど、わざわざ案内で書くんですね。へぇ。1日1000円やったら、そんな高くないよな。大阪ってやっぱちょっと、少しずれたら、もう、がぜんお得になりますよね。うん。まあ、何せ、ね、コスパ最優先国ですからね。出て、左に出て、こっち行けばいいんかな。なんか書いてある。ちゃ、今、女がここで。こっちにあん、気になるで見てこう。そうやね、この建物の向こう側ってなったもんな。何、中突っ切ってええんか。やけどこれはどうなったのこれ。中を突き出せてもらおうかなって言ってましたけど、え？なんなんこれ？これ高速なん？は？え？そういうことやね。私が中を突き出してもらおうと思ってたけど、まさか高速道路が中突き取るなんて、そんなんあるん？そんなんあるんや。どうやって作ったんかな？あれかな？結構有名なやつなのかな？相当珍しい感じですよね？で、あれは何？どこに続いとんの？何？何？これ何？あ、でもなんかちょっと見応えありそうやん。何が何がどうなってどうなっとんのか何も分からんけど、しかしとにかくなんか面白そうだぞ。うん、3密も避けれるし。うん、でさっきのやつはどこに来んの。何これ。あ、本当に船着き場や。へえ。何なんか、何上から見れんねん。へえ、綺麗なん。あ、写真撮っとる方もおるわ。へえ。あ、船おるで、現役でやったら船着き場なんや。なんなん、港町。うん、船着き場ってなってます。一本松海運。あ、ちょうどリバーサイドの憩いの場みたいになってるんですね。切符売り場もある。え、どこに行くのこれ。へえ、ねえ、これもうちょっと暮れてきたらいい、ねえ、ユーモア感もね、ユーモア感じゃないな。なんていうの、おしゃれ感ね。
出てくるやつが、まあ、十分もうね、もうマックスで抑えるような感じになってますね、このあたり。へえ。何ね、これな、おしゃれやな。何なんかね、やけど、こっからこうやって見直すと、大阪の街って感じがしますよね。やっぱ大阪こんな感じですよね、イメージ。うん。で、さっきの高速が、あ、そこに出てくんのよ。へぇ。あ、こう通ってな、突っ切ってくんやね。そうですね。やっぱし、あっから中を突っ切ってそこの先に出てきとるんやね。あの高速。確かに地図見ると建物の中を通ってってる感じになってますよね。へぇ。で、なんこれ、猛禽類カフェっての記念になりますけど、猛禽類がなんか、あれかな、と、触れ合えるみたいな感じなんかな。で、向こうの通り人多いな。川が東西に走っとるんやな。川が東西に走っとるんやで、こっちからずっと道頓堀の方か。この先をずーっと見ていくと、ずーっとズームしてずーっと行くと、道頓堀なんや。ああ、なるほどな、なるほどな。こっちから掴めてきた。で、塩見橋ってことは反対や。こっちやね。閑散としてる感じやな。閑散としてそうやな。でもいいじゃないですか。でも、おしゃれそうな店も見受けられますし、ちょっと川の向こうから渡っていきましょうか。せっかくなんで、一つ筋を北の筋に外して、こっちが汚いよね、これで。あ、西日が向こうにあるもんね。よし。そう、一つね、今回の、先にやったね、JR 四日市から JR の難波まで、在来線特急で行くって言ってね、南紀と、黒潮乗ってぐるっと回りましたけど、一つね、誤算だったのがね、火の向き、何の話しとるんやと思われそうですけどね。こう、ちょうど紀伊半島ぐらーって一周するような形で行きましたでしょ。そうするとね、朝8時は東向きの日がずーっと海側の席にね、取ってやってましたんでね。だから景色が良かったんで、もう、それはもう全然 OK というか、ありがとうございますなんですけど。ただね、一つだけ誤算だったのは、私、夜勤明けで、できないと、途中でちょっと寝ようかなと思ってたんですけどね。ずーっとね、直射日光がね、日差しのね、さんさんとね、浴び続ける。で、お昼過ぎぐらいにちょうど南向きになるあたりに来たでしょ。うん。だから、あれね、そっからも先も、またね、ずっと日差しが差し込んできて、で、そのまま西日が、そのまま窓から差し込んでくる。で、ぐるーっと回って、今度、西側が海側になりますから。うん。よってね、ずーっとね、太陽の強い日差しを浴び続けた結果ね、全然寝れなかったっていうね。これは郷さん。すごい。一本入った感じありますね。おお。レジデンスやから。なんかおしゃれなお店多いやん。なんだこれは。一本筋が変わるとやっぱし雰囲気変わりますね。これは地名で言うとどのあたりになるのや。住吉橋。はあ、ははあ。で、そろそろ一回こっちに渡っていくからいいかな。もう一本ぐらい行けるかな。あ、もう一本行けんな。ああ。よしよしよし、行こう。おう。で、この辺りはあんまりナイトの店はない。繁華街とは、南の繁華街とはだいぶ違ってきてるんですよね。っていうのが、コインパーキングを見ると分かりやすいっていうね。どっかの動画で、広島の動画かどっかで言ってましたよね。そう。ね、昼間がクッソ高いでしょ。ね。時間、24時間じゃないですよ。時間内で1700円ですからね。
クソ高いな、これ。で、もう、夜間は400円ってことで、オフィス街とかになるとね、こういった、傾向が強いんですね。諏訪境とかっていうの方とかね。あ、まあ、諏訪境は夜の店も多いんで、夜も高いですけど、うん。四日市の場合はね。諏訪町なんかは、こういうふうな、風になりますよね。一歩外れるだけで。逆に西浦の方とかはあんまりこうならないっていうね、西浦、西新地とかはね、そうそう、四日市の場合でだけで話してますけどね。で、これは、南堀江一丁目。南堀江一丁目らしいですよ。で、24時間オープンのフィットネスジムね。増えましたね、ジムも。あ、でもなんかいろんな店あるじゃん。ええ感じやん。適度に人もおるし、かといって3密にもならない。ちょうどええんちゃいます、この感じね。道広いな、結構。